大野知事は、山本聡副知事の後任に国土交通省の伊藤隆氏を起用する人事案を、きょう開会した6月定例県議会に追加提出します。追加議案は、本会議に先立ち開かれた議会運営委員会で示されました。伊藤隆氏は55歳、国土交通省中国地方整備局道路部長などを歴任し、 現在国土交通省道路局環境安全防災課長を務めています伊藤氏を副知事に起用する人事案は議会最終日に提出される予定ですまた本会議では地方税法などの一部改正に伴う県税条例の改正案や県南部東部を中心とした特別支援学校の児童・生徒の増加に対応するため 川口特別支援学校に新たな校舎を建設する工事請負契約の締結などご議案が提出されました。6月定例県議会は一般質問や委員会審査などを経て来月5日に閉会する予定です。